即興謎かけ <laughs>、えー、今日はですね、謎かけをしたいと思ってるんですけども、はいえー、やっぱりね、お坊さんたるもの、まあ、これはあくまで僕の持論なんですけど、頭の回転が早くないといけないと思ってるんですよ。はいえー、やっぱり我々こう人前でお話をする機会というのも非常に多いですから、はいえー、聞いてる方の、えー、顔色であったりリアクションなんかを見て、えー、この先の話の展開どうしようかなとか。 え、話しながら考えたりとかね。えー、あるいはですね、法要中、お経をあげてるときにですね、えー、もちろん仏様に対して、えー、集中してお経をあげてますけれども、えー、予期せぬアクシデントが起こったとき、ね、えー、とっさに、え、対応する、その子の頭の回転の速さとか、 あと、大人数のお坊さんで法要をするなんてことも、ねえー、時折ありますけれども、はいえー、その時にそれぞれがこうそれぞれの役目を持って、ねえー、みんなで滞りなく法要、えー、を終えられるように進めていくというところで全体をま見回して、はいえー、その場その場に応じた判断ができると、えー、そういった具合にです、ね、頭の回転が早くないといけない。 ということで、僕ね、結構前からですね、この頭の回転の速さというものを鍛えるために、謎かけをね、えー、することがあるんですはい、えー。その場にいる友達にパッとお題振ってもらってね、ね、えー、その場で即興で謎かけする。はい。あのまあ別に僕は謎かけのプロではないので、えー、100発1 1 0中、ね、その場でパッと出るというわけではないんですけれども、はい。でしかも別にクオリティもそんな高くないし。 はいくでも、けどやっぱりこう頭の回転を速くするためのもう鍛錬だと思ってやっておりますんで、はい、であのー、即興なのか今日はね、えー、せっかくですから YouTube でやろうかなと思ったんですけど、はい、あのー、お題をね、えー、どう出そうと思ったんですけど、はいえー、うちのチャンネルですね、えー、当チャンネルいかがせんノースタッフでやってるのではい えなんかね人がいればえ何とかって言って何とかとかけましてってすぐやったらいいんですけどそれができないということであの僕のですねインスタの個人アカウントのフォロワーさんにですねまあせっかくですからお寺とかお坊さんって聞いてまあ連想する言葉イメージする単語をですねえ送ってもらいましてはいえその中から7つ厳選いたしましてはいあの今日ここにですね今カードが7枚。 でこの裏にですね、えー、お寺とかこれはあ歴史とかねはい木魚とか書いてます、はい、これを後でまたこれ混ぜます7枚混ぜてランダムで引いてその場でパッと即興で謎かけするこれでどうでしょうはいもちろんこのねっこ,このカードは自分で作りましたけど ね、この時点であの謎かけ考えてませんこれはもう皆さんに信用してもらうしかないとこれの,、まああの証拠を示すものがどうしてもないので、はい、もうランダムで混ぜてランダムでパッてやるっていうのでご勘弁いただけないかなということでございます、はいえー、ということで早速やっていきたいと思います、えー、まずですねこのお題7枚を「混ぜます」分からないようにね混ぜます んまに混ぜてるからね。これは信用してよ。はい。えー、いきます。7枚並べます。では、いきます。まず1つ目。うん、これ。はい。えー、修行。えー、修行、修行、修行。はい。えー、修行と書けまして、えー、卒業式と届きます。えー、その心はどちらも掃除があるでしょう。はい。ねどっちです。 堂々とパクっていきます。はい、えー、続いてこもう1回か混ぜようかね。そうしたらいい信憑性より高まるでしょう。はい、えー。いきます。はい、えー、これ！木魚、えー、木魚とかけまして、えー、雑誌のグラビアアイドルと解きます、えー、その心はどちらも表紙を取るでしょう。はい、ネズチです。 もう堂々とパクっていきますはいえー、次うんこれご朱印ご朱印えー、ご朱印ご朱印とかけまして、えー、データ容量届きます、えー、その心はどちらもテラあるといいでしょう <laughs> 微妙やな <laughs> 根槌ですはいえー、あと4ついこれ 社教、えー、社教とかけまして、JA、J とときます。その心はどちらも農協が大事でしょう。はい、ねずっちです、えー。続いて、いきますよ、どんどん。はい、えーえー、でしょううん、これ、歴史。 歴史とかけまして腐ったモンブランと解きますその心はどちらも繰り返すでしょう繰り返すでしょうはい <laughs> さああと2枚ですえー、こっち一休さん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 とかけまして、えー、音楽と解きます、えー、その心はどちらも前奏もいるでしょう はい、えー、根槌です。いきます、きま最後あ最後にど真ん中、お寺、えー、お寺とかけまして音響設備と解きますその心はどちらも坊主がいいでしょうはい。ということで、根槌ですということで、えー、本当は、ね、なんかスタッフの方に出していただいたりしたいんですけど。と、はいえー、といい。うことで、はい どうでしょう謎かけでございました。こんなお題でやってみろみたいなのがあったらね、えー、ぜひお題ください。ということで、えー、謎かけでした。